星雲星雲とは宇宙空間に漂う重力的にまとまりを持った宇宙人や星間ガスなどからなる天体のこと。星雲は光を放たない暗黒星雲と光を放射あるいは付近にある恒星などの光を反射する三光星雲とがある。また恒星から放出されたガスによってできた惑星上雲お及び超新星爆発の結果生まれる。 超新星残骸といったものもある。銀河もかつては星雲と呼ばれていた。これは銀河の正体を正確に捉えられていなかったために銀河も星雲の一つの形態に過ぎないと考えられていたからである。しかし近代になり銀河は太陽系のある銀河系の外にある天体であることが判明し、それ以降は銀河系外星雲と呼ばれるようになった。この名残で 例えば、アンドロメダ銀河のことをアンドロメダ星雲と称することがよくある。現在では、このような境外星雲は銀河と呼ばれるようになり、星雲と銀河の区別が明確になっている。なお、本校で扱っている星雲に関しては、銀河である銀河境外星雲に対して、銀河系内星雲と呼んでいた、特に有名な一部のものを除いて、星雲は、 しばしば M や NGC といった番号で故障される。なお、どちらのカタログも特に星雲を区別して収録したものではないため、記載された天体は星雲に限らず、銀河や星団といったものも含まれる。ありがとうございます。